寒い。おはようございます。今日は葛城さんに来ています。ツツジの時期なのでちょっとツツジを見に行ってみたいと思います。今5時過ぎです。5時過ぎで今ここの駐車場もう満タンです。下の駐車場の方ももう結構埋まってたかと思います。寒い。行ってきます。から登ります。なんかあの残骸がでも2022年やけど2年前やけど使い回しやな。ほんまやな、使い回してあそこ放置されて終わるんか。よいしょ。きれいきれい。家がキラキラ家の屋根キラキラ。めちゃくちゃ眩しいんちゃう。うわ、眩しい。買いまーす。おー、綺麗。はぁ、めっちゃ綺麗。綺麗、綺麗やけど眩しい。超眩しい。ここだけ撮ったら関西じゃないみたいに見えへん。太陽当たってる。着いた着いた。着いたよ。時間は6時23分。どうしましょう。とりあえず上がりますか。どっちから行きますか。どっちでも。かき分けて入ってくる感じやん、ここ。あ、きれいきれい。よいしょ。
さんの皆さん、赤色に見えてますか？え、これじゃないの？うん、アンテナ立ってるところだね。うん、化石浸ってる。ふう、ちょっとした高原感やな。ありましたっけありましたっけね。カツラギさんね、こんなんしてるやつおるアルプスとかちゃうで正月にも降りたぞみたいなな、お蔵入り映像になってるやつやで。そう、何の取り知るもん。なんか走っていく高校生たちがおったのぐらいかな。よかったな。こけへたやつ。みんないいな。明けましておめでとうございます。見れたね。こけた。こけた。駆け寄る人たち叫ぶ人たち。わあ、見えたよ、高校生の子らおってよかったんな。わ、すごい幻想的。おお、バックしてきた。何時って書いてくれない。何時からって書いてって感じ。何時カレーとか言って書いてない。じゃあ巻いた、暑い。20分ぐらいかな。うん、向こうからより全然楽じゃない？ね、うん、向こうやっぱ2時間はかかるんじゃない？
さん。おはよう、金剛さん。
時かな、10時過ぎぐらいかな、9時10分。まだ9時10分やった。9時10分、下山開始。よいしょ。下山。よいしょ。ちょっと足洗わせてもらいます。